イエーイ星チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマン正樹です。今回はミスター味っ子より、真夏のアイスクリーム対決ですね。こちらの方を再現していきたいと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。それではゆういちくんのココナッツアイス作っていきます。まず前準備として、きゅうりと人参を釘が打てるくらいまでにカチンコチンに凍らしておきます。これをこのままおろし金ですりおろすというなかなかの荒技を使ってきます。とにかく手が冷たいですが、気合で頑張っていきましょう。削り終わったら冷凍庫で一時的に保存しておきます。それではココナッツです。今回は周りの硬い皮を剥いてくれてあるなんかヤングココナッツってやつを買ってきました。頑張って包丁で切ろうとしましたが、びくともしません。そんなわけでドリルで穴をかけて中のココナッツミルクを取り出していきます。これで器を作るんですが、万能カッターなどを駆使しますが、道具が壊れてしまう始末。結局ノコギリで切りました。これ本当に料理作ってんのかな。ココナッツの果汁に1個分の果肉を取り出し、ミキサーで回しココナッツミルクにします。卵、卵黄、砂糖を入れハンドミキサーで泡立てます。白くもったりするぐらいまで泡立てていきましょう。そしたらここに豆腐を加えていきます。そしてここに加熱したココナッツミルクを加えて混ぜていきます。ちょっと味見をしましたが、とても卵臭いですね。ココナッツミルクの温度が低かったかもしれません。アイスにおいて加熱殺菌は結構重要な作業です。これはしっかりともう一度鍋に戻して加熱していきましょう。しかし加熱が長すぎたのか、豆腐がいけなかったのか、豆腐がおぼろ豆腐のように分離し始めてしまいました。これは僕のサイドエフェクトが失敗だと告げていますね。とりあえずこれはココナッツがこれしかないんで、なんとか修正するしかありません。とりあえずこれはこのまま冷やしておきましょう。よいしくんは牛乳などの乳製品には頼らず作ったのですが、ここは生クリーム大先生の力を借ります。泡立てた生クリームにさっきのココナッツミルクの失敗を少しずつ混ぜていきます。これを冷凍庫で冷やして固めていきます。この固めたものを混ぜて空気を入れてまた凍らせる。これを何度も何度も繰り返します。ちょうどいい感じに滑らかになってきました。それでは人参ときゅうりのシャーベットを盛り付けていきましょう。真ん中にココナッツのアイスを乗せれば、味よしよしのココナッツミルクアイス完成です。それではいただきます。分離した時完全にやらかしたと思われましたが、なんとかリカバリーできました。生クリームを入れてもココナッツと豆腐の風味が絶妙な味のさっぱりとしたアイスになりましたね。むしろ生クリームを入れて正解だったかもしれません。そして一番皆さんが気になっているであろう人参とキュウリのシャーベットですが、これは普通に美味しいです。凍らせたことで野菜の糖度が増すのでしょうか、ちょうどいいほのかな甘みになっていますね。ただ人参のキュウリだけだと食い続けても飽きるので、ココナッツミルクのアイスを替え玉で追加しました。しかもこれシャーベットと、混ぜるととてもいいバランスで美味しいですね。そして周りの果肉の部分と一緒に食べても美味しいです。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。アイスはちゃんと加熱殺菌しないと食中毒が怖いけど、火を入れすぎると卵に火が入りすぎて分離します。野菜のシャーベットは想像よりもちゃんとシャーベットでした。やはり先入観はダメですね。ではクイーンズメアリー伊藤シェフのスパゲティアイス再現していきます。雷おこしをフードプロセッサーで回し、アンズジャムを入れて回していきます。ミントを上に飾るために刻んでおきます。本当はなんかいろいろスパイスとか入れたみたいですけど、雷おこしがいろんな味だったのでそこは省略しました。今回は手抜きをして市販のアイスをモンブランの口金で絞っていきます。だけど全然出てきません。想像していたよりはるかに難しい作業です。これは絞れる柔らかさまで溶かしてから絞らないと無理っぽいので、一回仕切り直しします。
今度はいい感じと思いながら、まあ手の温度で溶けたアイスがドバッと出てきてしまいます。これは一体どうしたらいいんでしょうか。再度凍らせて再チャレンジしていきます。今度は手の温度が伝わらないようにタオルで包んで絞っていきます。カズマには工夫は雷起こしぐらいだけだって言われてましたけど、これはるかにスパゲティ状に絞っていくのが一番難しい作業です。これは炎天下でやったっていうんだから、クイーンズメアリーの伊藤シェフ、僕だけは君を高く評価してあげたいです。なんとか絞ってソースをかけたら、クイーンズメアリースパゲティアイス完成です。それでは食べていきましょう。いただきます。原作のようにフォークに絡ませて食べることはまず無理ですね。まあ味は平凡と言われたらそれまででしょう。だけどカズマに必然性がないと言われてた形ですが、まあ普通のアイスに同じソースをかけて食べてもそんなに美味しくないんですよね。まあ溶けやすくなってもしまったかもしれませんが、まあ麺状に絞ったことで空気が含まれて、その分で美味しくなったっていう部分はあると思います。そして見た目が楽しくなったので美味しくなったっていうのもあると思うので、意味はあったと思います。ごちそうさまでした。今回の研究結果です。真夏の炎天下の中、スパゲティ型にアイスを絞るのは無理ゲーです。でも空気が含まれるため食感は軽くなり、くどくなくなります。伊藤シェフ、よく頑張った。それではカズマのファイヤーアイスも作っていきましょう。卵を黄身と卵黄に分けておきます。そして卵白の方は冷蔵庫で冷やしておいてください。まあ黄身の方は洋ちゃんだったら捨てちゃうところですが、もったいないのでクレープの生地にしておきます。まあこれを焼いていきましょう。なんでクレープを焼いているかというとですね、まあアイスに直接メレンゲを絞ってしまうと滑ってなんか落ちてしまうと思うので、一回クレープで包んでワンクッションを置こうかと思っております。ただ絶望的にクレープを作るのが下手くそですね。これはシースタイルちゃんに教わりに行かないといけないかもしれません。ではメレンゲを作っていきます。冷やしておいた卵白を泡立てましょう。耐熱性の器に砂糖に水1を入れてレンジで3分ほど加熱して飴にします。この飴をメレンゲに少しずつ混ぜて火を入れながら泡立てていきます。まあこれはイタリアンメレンゲと言われる手法ですね。ではエッセルスーパーカップをクレープで包んでいきます。ここに包み終わったらイタリアンメレンゲを周りにコーティング、そして絞り袋で飾り付けをしていきます。そしてこれを高温に熱したオーブンで焼いていきます。2分ぐらいじゃ全然色がつかなかったので、バーナーで色をつけていきます。そして全体的に色をつけたら霧吹きでブランデーを吹きかけていきます。そして火をつけてあげましょう。が全然燃えません。いや燃えてるんだけど分かりにくい。動画で伝わりません。これはどうしたらいいんでしょう。さらに照明を消したりブランデーをいっぱい吹きかけて火をつけても伝わらないものは伝わらない。これはスピリタスぐらい用意しないとカズマのようには燃やせなそうな気配です。まあ無理やりですが、加害カズマファイアアイス無理やり完成です。いただきます。めちゃくちゃ酒ですね。まあブランデーかけまくったのでしょうがないですが、まあとても高貴な味です。クレープもブランデーを吸ってスーパーカップとは思えないくらい美味しいですね。まあこれを中学生が出したらダメだと思います。そしてみんな車で来てる海で提供したら本当にダメだと思います。食べた後海には入らないでください。まあ美味しい美味しいです。大人は大好きだけど一般的に見て陽一くんの勝ちだと思います。今回の研究結果です。ファイヤーアイスは全体的に燃やそうと思ったらブランデーぐらいのアルコール度数じゃ足らないです。安いアイスでもクレープで包んでブランデーを染み込せたら高級な味になります。そして食べた後は運転するなよ。今回紹介したミスター味っ子、もはやレジェンド級のグルメ漫画です。6月10日は原作者寺澤大輔先生のお誕生日なので、今月は取りだめしてある味っ子動画が多く出ます。月末にはズボラさんとコラボで同じ料理に挑戦しますので、楽しみに待っていてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。いきなり台風が来たりと日本どうなっちゃってるのって感じですが、皆さんのお体どうでしょうか。
僕は低気圧が来ると頭が痛くなる体質なので、なかなか梅雨の時期は大変です。それでも頑張って動画作っていくので、応援の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。